今日はうちの患者さんで T さん帯状疱疹になり、この前僕がロードワーク中に会ったら左の顔顔面麻痺になってて、しっかり顔が動かなくてすごく困っていました。でその時に話したことプラスしてもらいたいことを話したいと思います。その時話したこと3つ。まずは水分取ること、こっから上に酸素と栄養が運べてない状態、そしてこっから上の筋肉たちを柔らかくして血流を良くすること、そしてなるべくうつむき加減とか首の筋肉を張らないようにすること、この3つを言いましたが、それプラスこちらとこちらの筋肉をちゃんとしっかり左右対称に動かせるようになってもらいたい。しかも T さんは日本人なので日本語が使えるようになればいいと思うので、してもらいたいこと2つの目の1つ目、鏡の前で、あーいーうーえーおー、これをできればまあ、あからうんまでやった方がいいと思いますけど、あからおまででもいいので、しっかりギュッと顔の表情筋を使うことがリハビリになると思います。ストレッチにもなると思います。そしてここまでの血の巡りを良くすること、そしてその時に言い忘れたこと、T さんの家はレストランやってるので自家の作物を作ってるんで、畑があるので縁側でもどこでもいいですから、裸足になり、これ土です。そうすることによってアーシングといって電化製品を使わない人この世の中今いないと思いますので、こう裸足で足の裏つけてるだけで放電されて、プラスイオンっていうのがブワッと中和されます。それだけでも体の血の巡りで回復力良くなると思いますので、ぜひ試しあれ。堀Qチャンネルの動画を見逃したくないあなたはチャンネル登録をよろしくお願いします。チャンネル登録はこちら。